はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね、うん、はい、月刊コロコロコミック5月号ですね、はい、待ちに待っておりましたね。デュエマの40枚、うん、本物デッキが入ってますね。はい、コロコロコラボデッキ、そう、コロコロの漫画のイラストが入ってるカードですね。はい、楽しみだったね、これね、うんうん。じゃあ早速開けていこうか、うん。あとちょっと気になるのはこのドレインファブリング、このついに情報が解禁になりましたね。4月29日発売だって。左回転、そうね、これも楽しみだ、はい、今回超豪華だね、キラキラで。本当だ、さすが40周年。はい、デッキ、これ同じのが入ってるのかな。同じのが入ってる、20枚ずつ。そうだね。はい、ではカードを細かく見ていきましょうか、はい、まずこちらがデック・ザ・デッキーだね、うん、ジョーカーズ、これついにデッキーがカード化しましたね、はい、ネオクリーチャーですよ、これ、うん、進化ね。そう、これね、なかなか良さそうなんだけど、コスト5でパワー5000なんだけど、ネオ進化させるとパワーがプラス3000になってダブルブレーカーになって、うん、あとこのクリーチャーがアタックするとき、相手のコスト4以下のクリーチャーを1体選び、相手はそれを自身の山札の一番下に置くという効果もありますね、うん、これなかなかいいよね、うん、コスト5なのに、すごい。そしてお、激横フジヤマンだね、うん、これもジョーカーズ。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、相手のコスト3以下のクリーチャーを1体破壊するなんて。あ、そうだね、これシールドに入ってるといい感じだね。そうだね。これが2枚、あとゲラッチュ暖色が、あ、これカービィ、はい、そしてドツキマンジロウが、これ何、これが手裏剣トンマ、手裏剣トンマ、うん、ツタンカーネンがジョーカー、ジョーカーってやつなのこれ、うん、これが2枚、イフリートハンドが嘘つき極王くん、ドドンガゴーキャノンがこれケシカスくんだね、ケシカスくん、ブリマンチュリスがパスカル先生か、うん、あ、出た、やったれマンが、これあれだね、デンジャラスじいさんだね、30円くれーだね。これ実写くんだっけ、うん、これもちょっと、これちょっと映ってるよ、うん、これが2枚、うん、撃墜団長メッツァー、これはメットマン、メットマン、あ、これね、うん、解体やピーカプ、これはあのパズドラだね、あ、パズドラこれ、うん、あ、ほんとだ、これが2枚、はい、不死身男爵防具、これがゾンビ、ゾンビーくん、2枚、はい、強戦士ブレイズクローがベイブレードバーストだね、はい、これも2枚、メリコミフィスト、これは真面目くん、真面目くん、あ、以上だ、はい、それぞれかける2っていうことだね、はい、はい、で実はですね、実はもう一冊買ってまして、はい、もう一冊と同じのがあるので、うん、これで今回エイシン君と対決しましょうか。はい、じゃあいつものアングルに行きましょう、うん、じゃあ始めていきましょうか、はい、はい、最初のグッジャンケンパイ、はい、デュエマスタート。さてと、どんなもんかね、うーんと、タイド、はい、ドロー、一番タップ、ブレイズクロー、あ、ブレイズクロー、ターンエンド、はい、可能なら毎ターンアタックするね、ということはこれ召喚が解けたらもう毎ターンアタックしないといけない、そう、うん、まあいいか、1マナタップ、パボン、ブレイズクロー、ターンエンド、マナタップ、ドロー、マナチャージ、2マナ使ってネオ進化、お、ブルマンチュリス、で、で、このクリーチャーがアタックするとき自分の手札を1枚捨て、その後カードを1枚引く、はい、で、アタックするときに自分の手札1枚墓地に捨てて、ギャッチュ弾石を捨てて、ギャッチュ弾石捨てんだ、1枚ドロー、じゃあブレイク、はい、プリーン、シールドトリガー発動、激横フジヤマン、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき相手のコスト3以下のクリーチャーを1体破壊、これだね、そうだね、バーン、イエーイ、よかった、フリーズクローン残って、はい、ダウンドです、ダウンド、あ、絶対破壊されるね、これ、そしたら3マナでツタンカーネン1枚で取ろう、でブレイズクローで、ブレイズクロー相打ち、うん、で激横、あ、タイエンド、はい、またプッドロー、マナチャージ、じゃあね、2マナ使ってブルマンチュリス、進化できてないから
召喚幼虫で。タンドです。出ろ。はい、じゃあ1マナ使ってブレイズクロー、さらに1マナ使ってブレイズクロー。ブレイズクロー多いな。で次のターンアタック速攻くれん。ターンエンドにします。はい、アタックやばい。出ろ。マンチャージ4マナ使ってドツキマンジロー。ドツキマンジロー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、相手のタップしているクリーチャーを一体選び、相手する自身の山ほどの一番下に行く。お、これは意味ないね。ない、パパタップしてないね。うん、こっちも含まれるのかな。いや、ちょっとそこは分かんないね。うん、もしこれが含まれるんだったらコメントで教えてください。はい、はい、じゃブルマンチェリスでブレイク。はい、バリーン、バリーン。あ、そうだ、シールドトリガー発動。あ、ちょっと待って、捨ててドロー。相手のコスト9以下のクリーチャー一体破壊します。じゃあこれ、そうだね、ボーン、呪文なので。ターンエンドです。ターンエンド、はい、よし、これはいけるかも。じゃあマナチャージせずに、うん、3マナ払ってピーカブ。あ、ピーカブ、ピーカブ、ピーカブか、ピーカブ。あ、やばい、いきなりゴン。はい、じゃあいきますね。ブレイズクローでバリーン、バリーン、なし。もう一回ブレイズクローでバリーン、バリーン、なし。ツタンカーネンでバリーン、バリーン。ドドンカゴーギャノン。あ、やべ、バトルゾーンにある相手のコスト5以下のカードを1枚選び、持ち主の墓地に置く。どれにする？6だよ、コスト6。あ、じゃあ墓地へ。はい、じゃあフジヤマンでブレイク、バリーン、なし。はい、ターンエンドです。はい、アンタップ、アンタップドロー。マナチャージ4マナ使ってメッツァー。うん、スピードアタック、バリーン、バリーン、ナイス。ブルマンチューズでブレイク、バリーン、ナイス。ターンエンド、お、負けたなこれ。そうだね、油断してると負けるやつ。これは勝ったね。負けた、完全に負けました。これもうスーパーシールドトリガーが出ない限り。そうだね、ダメだね。今マナ使って不死身男爵防具。ああ、で2マナ使ってやったれます。あ、もう決まったね。でまずブレイズクローでブレイク、こい。トリガーイフリートハンド、シールドトリガー、相手のコスト9以下のクリーチャーを一体破壊してる。お、ポン。はい、まあでもブレイズクローでダイレクトアタック、ゴー。手札にこの3枚がありました。多分手札嫌っちゃったんですけど、はい、もう一回やるか。はい、チャンキューパイ。よし、はい、ゲームスタート。ターンエンド、うん、ドロ。ターンエンド、はい、ドロ。今使ってやったレモン。お、やったレモン。ターンエンド、はい、ドロ。きついな。はい、二マナ払ってブルマンチュリス。ターンエンド、はい、アンタップ、ドロー。マナチャージ2マナ使っ、おっと、1マナ使ってやったれマン。お、またやったのは1マナ使ってツタンカーネン。お、1マナ使ってツタンカーネン。マジで？はい、2枚です。ターンエンド、はい、どうですか。何、もういきます、じゃんじゃんいきます。ドロー、うん、ちょっと怖いね、それね、うん、多すぎだな。いきなりやったよ。じゃあ3マナ使ってタンカーネンで1枚ドロー。ターンエンドかな、うん、ターンエンド、うん、ワンタップドロー。怖いな、それな。マナチャージ1マナ使ってやったレモン。やったレモンめっちゃ出るな。1,2,3 体いる、うん、2マナ使ってゲラッチョ男爵。あ、1枚ドローか。あ、じゃあタップ、チリスをタップ、はい。ターンエンド、ターンエンド、ターンエンド、アタックしてこないのね。
まずいなまずいなちょっと待ってね。まずこれでマナチャージして3マナ使ってピーカブ、うん、ピーカブスピードアタック出すものはで、ピーカブでスピードアタック一応割っとこう。プリーンなしターンエンド、はい、あ、ちょ待って、もう一個、もう一個いっとこう。パリーンなし、もう一個いっとこう。パリーン、フジヤマン。ゲ、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、相手のコスト3以下のクリーチャーを1体破壊する。カーネンかな、破壊。あ、こっち、ピーカブをボーン。タイエンドです。はい、ヒヒヒヒヒ、アンタップ。これで4マナドロー、マナチャージ1マナ使ってブレイズクロー。1マナ使ってブレイズクロー決めていこう。はい、やったレマンでシールブレイク。シールブレイク。プリーン。ないです。カーネンでブレイク。プリーン。あとはシールドリガー発動。コスト3以下のクリーチャー1体破壊。コスト3以下。じゃあこれ。ツタンカーネンにしとこう。はい。ボン。まあどっちかっていうとやったりマンでブレイク、パリーン、ない、やったりマンでブレイク、パリーン、ない、ギラッチョ男爵でブレイク、パリーン、ない。ターンエンドです。おっと、フジヤマンでアタックできた。ダイレクトアタック、ボーン。負けた。しかも早かった。早い。やったりマン3体との強かったね。うん、これでかなりコストが軽くなってやられちゃった、うん、ああよかったね、しんくんね、うん、爆勝ちだったじゃん、うん、すごい速攻勝利だったね、うん、はい、ということで、今日はですねコロコロコミック5月号の、本物付録40枚デッキを2つ使ってバトルしてみました、はい、もし今日の動画が良かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくということで今回は以上でございます。バイバーイ。